大人の水族館。あ、隠れクリノミだ。本当だ、ちゃんと自分の身を守るためにイソチンチャクに隠れてるね。かわいい。あ、今イソチンチャクに当たってちょっと大きくなった。あ、ペニズワイガニだ。これ、こすって大きくしてから食べると美味しいんだよね。そう、大きくなると硬くなって歯ごたえも出て私大好き。あ、ペンギンギンだ。本当にギンギンなんだけど。待って、あれ、皇帝ペンギンギンじゃない？本当だ、普通のペンギンギンの2倍ぐらいギンギンじゃない？さすが皇帝の名がついてるだけのことはあるね。あ、パコだ。静かに。え、あんまり大きい声で刺激しちゃうと。なんか出た。相当溜まってたんだね。あ、マンボウだ。ほんとだ。なんかマンボウって超デリケートな生き物らしいよ。あ、見たらわかるじゃん。え、なんで？しかも自分一人で子供産めるんだって。だから見たらわかるじゃん。それなんなの？大人の水族館パート2。あ、クリオナだ。かわいい。クリオナって綺麗なのが生まれたばっかりのやつで、黒ずんでるのがちょっと大人になったやつらしいよ。そうなんだ。あれ？急に動き出したけど何してんの？あれはクリオナがクリオナしてるところだね。うわ、マラゲだ。すごい長い触手だね。え、待って、めっちゃ綺麗な触手のマラゲもいるんだけど。なんか触手が全く生えてないマラゲもいるらしいよ。これって3000本？そうだね。本当に1000本あんのかな。あ、危ない、ぶつかる。うわ、膨張してめっちゃ威嚇してる。あ、触れ合いコーナーだ。え、見て、シコデイビじゃん。触ってよ。あ、大丈夫。え、なんで？昔海で友達にこいつを海パンの中に入れられてパニックって頭も海パンの中も真っ白になったんだよ。うわ、デンマーヘッドシャークだ。かっけー。知ってる？デンマーヘッドシャークってあの振動を使ってメスの魚が絶頂に達して気を失ってる間に食べるんだよ。そうなの？しかもあの振動の強さとパターンも何種類かあって餌にするメスの魚によって変えてるらしい。すごーい。大人の動物園。うわ、ペニカンだ。ほんとだ、ペニカンのくちばしって鳥類で一番長いらしいよ。え、そうなんだ。確かあの下の袋の中にたくさん溜め込むんだよね。そう、でも3日分しか溜め込めないからそれ以上は体に吸収されるんだって。え、見て見て、キスシキいるよ。私超好きなんだよね。そうなんだ。なんであんなに木にチューしてるの？あれは好きな相手を見つけた時に最高のチューをできるように練習してるんだって。へえ。あ、手抜きだ。なんか手抜きって他のオスの動物のお手伝いをしてご褒美に餌もらってるらしいよ。お手伝いって何？それは今朝君が俺にやってくれたことだよ。やだ。え、あれってフェラミンゴ？そう、フェラミンゴって手抜きと相手の取り合いになるらしい。え、何の相手？あと唾液が多い動物としても有名で、相手を興奮させるためにピンク色なんだって。え、だから何の相手？うわ、マントチチだ。めっちゃメスじゃん。え、何が？知ってる？マントチチって頭の左右が大きければ大きいほどオスにモテるらしいよ。あ、なんかでも違うらしいよ。え、大きくても形が悪かったり張りがないよりも小さくても形が綺麗な方がオスにモテるんだって。へえ。大人の昆虫採集。うわ、ヘラクレスオオカブトだ。え、ほんとだ、かっこいい。あの上と下の唇は使いすぎて発達したからあんなに大きくなったんだって。そうなんだ。だから君もいつかあのくらい大きくなるかもよ。ちょっとやめてよ。うわ、カニの大群だ。ほんとだ、こいつらは働きカニで女王のためにずっと休まず動き続けてるんだよ。すごいね。いつもすぐ終わっちゃう誰かさんにも見習ってほしいな。ごめんって。待って、鬼電波だ。うわ、大きい。鬼電波の捕まえ方知ってる？え、なんかこうやるの？違うんだよね。鬼電波は背中についてるスイッチを切れば止まるから、その時に捕まえるんだよね。え、そうなんだ。うわ、毛虫が毛取りに追いかけられてる。あ、かわいそう、逃げて。あー、毛なしになっちゃった。あれ、この鳴き声。うわ、あそこにマンマンゼミがいるよ。うわ、ほんとだ、夏だもんね。捕まえようっと。え、ほんと？あー、吹かれた。うわ、最悪じゃん。いや、結構俺は嬉しいんだけどね。大人の恐竜博物館。あ、あれってムケラノドンだっけ？そうだよ、ムケラノドンって生まれた時はカブリノドンっていう名前なんだけど、成長する過程でムケラノドンっていう名前に変わっていくんだよ。そうなんだ、ブリみたいだね。でもたまにずっとカブリノドンのまま一生いるやつもいるみたいだよ。かわいそう。うわ、ペラノサウルスだ。ほんと男ってみんな好きよね。だって恐竜の中で最強の吸引力を誇るんだよ。は？私だって負けてないし。ねえ、あれ何？あれはブラヒモサウルスだね。なんで体にあんなのつけてるの？あれはオスに求愛するときは取るんだけど、それまでは綺麗な形を保つためにつけてるんだよ。恐竜のくせに美意識高。あれは確かトリマラトプスだっけ？正解。トリマラトプスって1体のオスでメスを3体まで同時に相手できるんだって。すごっ。でもアーミエって装飾だからまずそんな機会ないんだけどね。宝の持ち腐れじゃん。うわー、マンキモサウルスだ。キモ。あれは不特定多数のオスの恐竜と戯れすぎてあんな姿になっちゃったんだって。うわー、自業自得だね。現在でいう新大久保のあたりに分布してたんだって。今も昔も変わらないね。伝説の生物。今日はこの魔法の世界に存在する伝説の生物の授業をしていく。まずはペニコン、
こいつの額の中央には一本の竿が生えてる。このペニコーンの血を飲めばあらゆる性病が完治すると言われた。すげえ、その竿は硬いんですか？いや、通常時はこうじゃ。だっせー。次はケツベロス。こいつは犬の頭一つに対してケツが3つついてる。つまりオスの場合は穴が3個、メスの場合は穴が6個もあるんじゃ。すげえ。森に入って糞が横並びに3つあった場合、近くにこいつがおるから気をつけろ。次はバイクロプス。こいつは単乳の巨人で胸部に目がある。以上じゃ。何のためにこんな姿になったんですか？それは分からん。最後は賢者物。こいつは生まれたその時からずっと賢者タイムで、全てに対するやる気を失った。じゃあ害はないってことですか？そうじゃ、無視して大丈夫。なんで伝説なんだ？春の人災取り。見て、あれ木の棒じゃない？あ、本当だ。木の棒って天ぷらにすると美味しいんだよね。わかる。でも油で揚げるときに吹いちゃうと油が跳ねるから危ないんだよね。あ、見て、丸亀だ。本当だ。まだ大きくなる前だから歯に覆われてて可愛いね。しかもまだ毛が生えてないから食べやすそうだね。え、待って、伝米生えてる。え、珍しい。サムって伝米好きだもんね。うん、なんか口の中に入れたときにブルって震える食感がたまんないんだよね。うわー、よもみいっぱい生えてる。本当だ。男ってみんなよもみ餅好きだよね。わかる。うちの彼氏なんかよもみをいっぱい揉んで吸い込む、あの調理過程を楽しんでるもん。あ、つくしだ。本当だ。食べてみようっと。え、待って待って、生は危ないでしょ。え、大丈夫だよ。だって私いつも生だ。そうなの？おー、あー大丈夫。日本のやつって小さいけど硬いんでしょ？確かに、海外のやつはもっと大きくて柔らかかったんだけどな。大人のお菓子。あ、マッパイ店あるじゃん。ほんとだ。てか、めっちゃズル向けだね。俺と一緒だわ。え、ちょっとやめてよ。聞いてられない、見られたい、脱衣マッパイ店。ねえ。あ、キノコのマラとタケノコのサワだ。え、ぶっちゃけどっち派？私は絶対にキノコのマラ派。なんで？だってタケノコのサワってもう完全に太ってる人のあれじゃん。だからキノコのマラが絶対にいい。好きだね。ねえ。あ、ハラムーチョじゃん。ほんとだ。これって子供が欲しい時に食べると授かりやすくなるらしいんで、今私の友達で妊活してる子もめっちゃ食べてる。そうなんだ。じゃあ俺らもそろそろ食べちゃう？まあ、でも私のお姉ちゃんもうすぐ妊活始めるって言ってたから買って帰ってあげようと。じゃあさ、授かるも一緒に買えば。確かに。あ、まんまつけ棒も置いてるじゃん。何それ？え、知らない？この中に入ってる棒を隣のねっとりとした染みにつけて湿らせた後、その横の塩つけて食べるんだよ。それお菓子の説明？え、そうだよ。でもぶっちゃけ何もつけない方が美味しい。え、変な商品。大人の自動販売機。ねえねえ、ん？喉乾いたし飲み物買おう。あ、いいね。じゃあさ、このアクメリアスはどう？え、アクメリ、これ飲んだら私ヘトヘトなっちゃうじゃん。バレた。しかも私ポリスエット派だし。ああ、そうなんだ。あんたさ、このドデカチンにしたら。ドデカチン？いや、これさ、小さいやつが飲むやつだから俺には必要ないっしょ。あ、そうだった。あ、じゃあさ、このジゴの紅茶は？あー、ジゴティーか。でもこれは結局さ、終わった後に飲むのが一番おいしくない？確かに。じゃあ今日終わった時より買っとく？まあ、じゃああんたさ、この収録者にしちゃう。四十六社か。これさ、なんか2茶足りない気しない？わかる、なんか物足んないよね。そう。あ、じゃあ私このイクーにしようかな。お、ってことは飲んだらこう言っちゃうよ。いくーやめてよ。あ、もういくつですか？いいじゃん。あ、ほんとだ。さあ、当たるかな。当たんないよ。4、5、4、5回、5回。やー、ほら。大人の飲食店。お腹すいたし、どっか行ってご飯食べよう。そうだね。お、パイゼリアは？パイゼか。安いし、マラノフードリア、美味しいじゃん。だったらペニーズの方がいいかな。ペニーズってさ、ソーセージしか出てこないじゃん。あ、そっか、俺のでも満足しちゃってんのか。うるさい。あ、じゃあ丸亀製麺は？あー、なんか自家製麺で麺に取れたての聖なる子が練り込まれてるんだっけ。そう、なんかタンパク質が多くて食べたら肌が綺麗になるんだって。いや、でもな、食べた瞬間に口の中にイカの香りが広がるから嫌なんだよね。それが美味しいのに。じゃあ、ギンギンだこは？え、それを俺に食べさせてどうしたいつもり？そういうつもりじゃないよ。あ、だったらさ、マクドナルドはどう？え、そんなんでいいの？いいよ。あ、わかった。ハッピーセッセについてる震えるおもちゃが欲しいんでしょ。あ、いや、バレバレだから。てか、お酒飲みたくない？あ、だったらロリキ族行かない？ロリキか、確か若鶏専門店だよね。そうそう、若鶏だから身が締まってるし絶対好きだよ。分かってるね。じゃあロリ釜飯も食べたいし、ロリキ行こう。うん。も
しもあれの違反者講習があったら。今日は女性についている標識を無視して行為を行ってしまった者たちが集められている。今日はちゃんと覚えて帰るように。じゃあまずはこれ、わかるか？挿入禁止。そうだな、処女の子や生理中の子によくついている標識だ。次はこれ、わかるか？簡単すぎんだろ、生通行止め。そうだ、多くの女性についている標識だ。これを無視する違反者が一番多いから気をつけるように。次はこれ、わかるか？当たり前だろ、中禁止。そうだ、たまにいるんだよ、体は許してもキスはダメって女の子が。見落としがちだからしっかり覚えとくように。次はこれ、わかるか？最高腰振り速度30キロ。違う、これは最高経験人数30人だ。遊んでる男は嫌って女の子が男の経験人数に上限を決めてるんだ。これに違反しないようにお前ら常に自分の経験人数把握しとるよ。よっしゃ。お？お前重量制限つけてるのか？俺デブ無理なんで。もしもあれの女性用教習所があったら。これから男性と行為を行う上で男性についてる標識を勉強したと思うけど、ちゃんと覚えてるかチェックしていくわ。じゃあまずはこれ、覚えてる？最悪のやつ、ゴム禁止。そう、これついてる男に近づいちゃダメ。こっちのこと何も考えてないから。あとピル飲んでるって言うとすぐ近寄ってくるから気をつけて。じゃあ次はこれとこれ、簡単だよね。そのままじゃ、あそこ右曲がりと絶輪注意。そう、こっちはいつも右手で慰めてる証拠で、こっちはそういうこと。じゃあ次はこれ、覚えてる？下舐め禁止。そう、自分は舐めないくせにこっちに強要してくるから一番立ちが悪い。こういうやつ大体下手くそだから。じゃあ最後はこれ、覚えてる？何これ忘れた。ちゃんと覚えとかないと。これは最長挿入時間1分。この人と対戦するときは期待しちゃいけないからね。今日は以上。てかそんな男いる？帰ろ帰ろ。あれ、あなたは最短長さ制限つけてるの？私ちっちゃいの無理だから。